不滅の法、宇宙時代への目覚め、大川隆法。第一章、世界宗教入門、地球人へのパラダイムシフト。1、日本に宗教的な精神革命を。ブラジル国民の信仰心の高さを感じたブラジル巡釈。私は2010年11月にブラジルへ伝道に行き、1週間ほどの間に5回の説法を行いました。大川隆法ブラジル巡釈の奇跡、幸福の科学出版館参照。ブラジルの公用語であるポルトガル語には、毎月幸福の科学の月刊誌が翻訳されていますが、私の著書はまだ10冊程度しか翻訳されていません。ところが、私の説法を聞くブラジルの人々の意識は非常に高く、私も驚くほどでした。ブラジルは日本にとってちょうど地球の反対側であるにもかかわらず、質疑応答で出てくる質問や私の説法に対する感想などを見ると、日本国内と変わらないか、ある意味では日本国内をはるかに超えているのではないかと思われる面もありました。それは一つの驚きでもあったのです。私の著書は日本国内ではすでに800冊以上出ているので、2011年12月時点、知識の量の問題だけではないものがあることを私は感じ取りました。それはおそらくブラジルの国民性の中にある信仰心の高さだと思うのです。スタート点の高さがあるように感じました。日本ではまだ無神論や唯物論など左翼的な考え方が非常に強いので、日本で私が話をすると説法そのものがマイナスからのスタートになり、ゼロ以下、海面以下から仕事を始めなくてはいけないことが多く、ものすごい力がいります。しかし、すでに信仰心が高いところで説法をすると話の通りがとても良いのです。これについては驚きを隠せませんでした。ブラジルは国民の8割がキリスト教のカトリックで、ある程度カトリックの教えが浸透している国なのですが、そこに初めて乗り込んでいって話をしても、幸福の科学の基本的な教えが通じることを見て、私はある意味での驚きを隠せなかったのです。幸福の科学の信者だけではなく、一般の人にも私の法話が通じました。初めて私の説法を聞く人が多い会場であっても、一度の話で聴衆の8割ぐらいが当会の会員になってくださるところも多かったのです。それを考えると、私たちにはまだまだ努力しなければいけない余地が大きいのだな、ということを感じる次第です。宗教に対する先入観が壁になっている日本。当会の国際本部の職員は日本国内だけではなく海外も含め、当会の伝道において最も難しいのは実は日本とアメリカと韓国だと言っていました。日本には前述したように宗教を悪く見たり低く見たりする傾向がかなりあります。そのため最初に宗教というとマイナスのイメージ、あるいは拒否感を持たれてしまい、伝道にはなかなか時間がかかります。ちょうど地下のトンネルを掘っているような
難しさがあるのです。アメリカの場合にはもちろんキリスト教国であるということもありますが、おそらく国民が自分たちの文化的優位性を自覚しているために、東洋の教えにはすんなりとは帰依したくないという面が一部あるのではないかと思います。それでも東海の会員はアメリカでもかなり多くなってきています。韓国の場合にはおそらく政治絡みの問題もあるのだと思います。韓国の国民には政治的に日本に対するマイナス感情があるため、日本初の宗教である幸福の科学の伝道がやや難しくなっているというような話を聞いています。私は日本で数多く説法をしていますが、ある意味では最も難しいところの一つで説法をしているということになるので、打てども打てどもなかなか球が届かないという面はあります。日本人には素直に話を聞く前に、まず宗教に対する先入観があり、それが壁のようになっています。宗教を表の世界で扱わないことが常識だというような考え方が日本にはあるのです。それは政治的に翻訳すると、北朝鮮や中国にあるようなある種の宗教に対する壁に似たものです。それほど厚いものではないかもしれませんが、日本には少なくとも透明ではない視界を遮る何かがまだ残っていると思わざるを得ません。しかしながら、あの世はあるかないか、事実は二つに一つです。宗教が教えていることは何であるかというと、この世を去ったあの世の世界は厳然としてある。あの世の世界においては神かっこあるいは仏と言われる存在、および神を助けている天使と言われる存在がある。また天国と地獄という大きく二つに分けられる世界があるということです。これが世界の宗教では共通観念になっています。そしてこの世を去ってあの世へ旅立つにあたり、その人の人生が天国へ行く人生であったか、地獄へ落ちる人生であったかということは、その宗教が決めている正しさによるということになっています。ところが日本においてはそういう点を考えることなく、人生は有限で数十年のものだと思って生きている人が数多いのです。これはおそらく教育とマスコミの論調によるものであろうと思います。日本には新しい教えを発信する国としての責任がある。私は以前から革命という言葉を数多く使ってきました。私の考えている革命はもちろん武力的な革命ではありませんが、精神的な革命がなされないとこの国の在り方は正しいものにはならないと思います。この国から発信している私の教えは今世界90カ国以上に広がっていますが、2011年12月時点、このあと100カ国、150カ国、200カ国に広がっていくのは時間の問題です。もう数年か10年の間にそうなると思います。したがって私の法が説かれているこの日本の地には、少なくともそれ相応の覚悟と責任が伴うのではないでしょうか。この法が説かれている日本の国において、不信仰の状態が当たり前であると
というような国論を諸外国の人が聞いたならば、本当に驚くでしょう。彼らはまさか日本がそれほど宗教心の薄い国であるとは思っていないと思います。私は今、日本には新しい教えを発信する国としての責任がある。新しい教えを発信する国の責任として、日本はその内容を世界の人々に伝えるに足る国でなければならないと考えています。日本での大講演会において、私は日本語で法を説いていますが、それは世界各地に同時中継や録画中継をされ、世界各国の言葉に通訳されています。私の法話を通訳された言葉で聞いている人の方が、日本語で聞いている人よりよく理解できるというような状態は、日本人にとって恥ずかしいことです。それほど日本人の頭の中には、真理とは逆の知識が入っている。真理とは正反対の常識なるものが、何十年かにわたり、日本人の頭の中で形成されてきたということだと思うのです。何とかしてこの国論を変えなければなりません。日本には宗教的な精神革命が必要なのです。また日本の政治の在り方を変えようとしても同様の問題が生じています。日本は今政治的危機に陥っています。全体主義的な軍事的独裁国家の脅威に直面し、まるで蛇に睨まれたカエルのように立ちすくんでいます。しかし、日本の国民の意識自体が、要するに神仏やあの世を信ぜず、人生はこの世限りだと思っているのであれば、北朝鮮の政治的指導者たちや、中国の政治指導部である中国共産党の人々とそう大きくは変わらない面があるのではないでしょうか。もちろん中国や北朝鮮にも幸福の科学の会員はいます。今彼らも命がけで伝道をしています。いつどのような危機が自らに及ぶかわからないという状況にあって、水面下で活躍しています。そういうことを考えると、私は今、私の教えは日本から発信する教えではあるが、地球規模で物事を考え、正しさとは何であるかということをよくよく考えた上で発信しなければならないと思うのです。2. 伝道は人々を正しい道に導く愛。各文明や各宗教の中に流れる一本の黄金の道を見抜け。本章では世界宗教入門という大きなテーマを掲げています。あまりにも大きなテーマなので、新しい宗教がそういうテーマに挑戦することは無謀に見えるかもしれません。ただ私はそれをそれほど難しいことだとは思っていないのです。世界はいくつかの国に分かれ、宗教の違いによる戦争も起きています。それが宗教を嫌う理由に使われることも数多くあります。例えばキリスト教とイスラム教の対立や戦争を見ると、宗教があるからこういう戦争が起きるのだということを宗教嫌いの人はすぐに言いたがります。しかし私はそういう対立は宗教によって起きているのではなく、宗教の本来の姿や意味が理解されていないがために、すなわち人間の
認識力の狭さゆえに起きているのだ。また宗教について、人間が自分たち中心の理解をしているためにそうした違いが生じているのだと述べたいのです。また今地球上において世界各国の法律や政治的心情などは違うでしょうが、大きな大きな歴史の中で見れば、そのようなものは現在ただいまというほんの短い期間における意見の違いにしか過ぎません。すべての文明はある時に起き、ある時に滅びています。いろいろな国に新しい文明が起きますが、その文明はいずれ滅びます。そして別の国に新しい文明が起き、それもまた滅びます。世界を大きな目で見るならば、さまざまな地域や国に新しい文明、文化が平等に起き、人々を幸福にしようとして引っ張っています。その中にはもちろん文明実験的なものも数多くあるでしょうが、私は人類はさまざまな試行錯誤を重ねながら今日まで数多くの経験を積んできたのであると考えています。私は過去の人類の努力の成果を虚しいものにしたくはないのです。いろいろな形の文明があったでしょう。いろいろな形の宗教があったでしょう。その違いばかりを強調するのは間違いを含んだ考えです。その違いを考えるよりも、その中に流れている一本の黄金の道をどうか見抜いていただきたいのです。そして地球レベルで人々を導こうとしているものの存在を、その教えを感じ取っていただきたいのです。第一に挙げるべきは愛の教え。地球レベルで人々を導こうとしているものの教えを、各文明や各宗教の中から見出すとしたならば、そこに出てくるものは一体何でしょうか。第一に挙げるべきはやはり愛の教えだと私は思います。愛の教えは現代的にはともすれば男女の愛、異性間の愛と捉えられがちです。しかしながら私はそれでは十分ではないと考えています。イエスは神への愛と隣人愛を説きました。この世の中で最も大事な教えは何であるかと問われた時、彼はまず汝の主なる神を愛せよ、次に汝の隣人を愛せよと説きました。このようにイエスは異性愛や近くにいる人への愛以外のものを説きましたが、これだけではまだ十分でないように私には思えます。愛の教えの中にはもう一つ大切なものが潜んでいるように感じられてならないのです。その大切なものとは何でしょうか。愛の中にはただただ人に対して優しくするという愛だけではなく、人々を正しい道に導く愛というものがあるのです。真にあなたがその人を愛しているならば、あなたの隣人に対しても、あなたにとって見知らぬ人に対しても、あなたの身近な人に対しても、正しい道に入るように進めることも愛なのです。そのことを知らなければなりません。あの世はないことを証明できた人は過去一人もいない。正しい道に入るとはどういうことでしょうか。あの世があるという世界観と、
あの世はないという世界観とがあり、この2つの選択肢のうちどちらを選ぶかということには賭けのような面があるかもしれません。しかし私は2010年には百数十人の霊人の言葉を公開霊言などで紹介し、霊言集を含む著書を1年間に50冊以上も刊行して、霊界の存在に関する数々の証明を行いました。死後霊天上界に帰り、生前と同様の個性を持ったままこの世の人たちを指導しようとしている人たちが現に存在しているということを公開の場で数多く証明してきたのです。これに対して信じるか信じないかということは各人の自由ですが、少なくとも百数十人の個性とその教えの違いとを瞬時に使い分けられる人がこの世に存在するとは私には思えません。あの世があり死後の世界があるということの証拠はいくらでも出すことができます。私はそれを今も出し続けていますし、今後も出すことができます。しかしあの世はなく死後の世界はない、人間は魂ではないということを証明できた人は過去一人もいません。それを私は指摘しておきたいのです。あの世や魂の存在について私は信じないと述べた人は大勢います。それは信仰心を持っていないという意味での信仰告白を個人的にしているだけなのですが、その解読によって数多くの人を迷わせています。しかしあの世の世界の存在を真面目に真剣に訴えかけている人もいるということをどうか忘れないでいただきたいと思います。その仕事が皆さんが知っている数千年の歴史の中における宗教家の尊い仕事だったのです。今宗教家は本来の姿を取り戻さなければならないと私は思っています。この世に生きている限り目には見えない霊的世界、あの世の世界を信じるのは難しいことですし、それを人々に信じさせる仕事も難しいことです。その難しい仕事を成しているのが宗教家です。宗教家は本来人々から尊敬されるような立場にいなければいけないのです。日本人が教育やマスコミ宣伝などによって宗教を悪しきもののように何十年も教え込まれていたならば、その壁を破るのもまた私たち幸福の科学の仕事であると思っています。日本を精神性や霊性の高い国家に戻したい。霊界の存在はやがて来るその人の最後の日に明らかになる事実ではありますが、私たちは同時代に生きている人たちが将来苦しみの世界に帰っていくことを良しとはしていないのです。苦しみの世界に帰った人たちに対して天使たちや天使たちを補助している霊人たちがあの世で一生懸命に説得している姿を見るにつけても、私はこの世に生きている人たちが行うべき仕事はまだまだ数多く残っているということを訴えかけたいと思います。私の逮捕よりすでに30年近い歳月が過ぎました。この間
一貫して私は自分の使命を果たし続けてきたつもりです。されど、まだ本来の使命までは届いていないということを強く強く感じている次第です。世界の人々にも真理を述べ伝えたいと強く強く願っていますが、それにつけてもこの日本という国を根本から変えていかなければならない。日本を根本的に変えて精神性や霊性の高い国家に戻さなくてはならないと思っているのです。私は繰り返し人々に愛の教えを説いてきましたが、私が本章でまず述べたいことは、あなたが人生の途上で出会う人を正しい道に導くことも愛なのです、ということです。その一言を知っていただきたいのです。伝道は愛知反省発展という東海の基本的な教えである四正道のうち、今までは発展の教えとしてよく説かれていました。しかし、伝道は発展だけではありません。それは教団としての発展、組織としての発展だけを目指す運動ではないのです。人を正しい道に入らせるということは、人を救うということ、その人の魂を、その人生を無駄にしないということでもあります。それを述べておきます。3、正しい信仰の立場に立つ。人類に対するザ・ファイナル・ジャッジメントとは、前述したようにイエスは最も大事な教えは何であるかと聞かれて、まず何時の主なる神を愛せよという教えを挙げました。これは日本人にとって遠い世界の教えかもしれません。しかし私はそういう日本人に対して述べましょう。仏教やキリスト教、イスラム教は何億何十億の人々に信仰を広め、すでに世界宗教になっています。現代に生まれたるものである私が、それらの宗教をかつて霊天上界において指導したと言っても、確率論的に見ればそう簡単に信じられるものではないことぐらい、私は十分に知っています。しかし、事実は事実、真実は真実です。私は霊天上界においてエルカンターレという名で存在し、仏教やキリスト教、イスラム教の開祖たちを指導したのみならず、彼らをこの地上に派遣したものなのです。そして彼らをこの地上に派遣し、世界宗教を作らせたる者自身が今日本の国に生まれ、最終責任を果たそうとしているのです。私の教えを日本の人々が信じるか、あるいは世界の人々が信じるかということが、人類に対するザ・ラスト・ジャッジメント、ザ・ファイナル・ジャッジメント、最後の審判です。今それを人類に問いかけています。私は今世において30年近く活動してきましたが、私の活動期間はまだもう少しあります。その間にこの教えが人類を狂気することができるか、それともそんなものは信じられないという人によって抹殺され封印されてしまうか、その戦いが今世界規模で始まろうとしています。結果はどちらかになるでしょう。されど私自身の教えは、
今世のみ、今回のみの同時代で聞いている人たちのためだけの教えでないことも事実です。今生きている人々もいずれはこの地上を去りますが、その後何らかの形で生き延びる人類も世界各地にいることでしょう。その未来の人類のためにも私は教えを残そうとしています。未来の人たちにもこの教えを残さなくてはならないのです。かつての仏教やキリスト教、イスラム教は21世紀以降、30世紀、40世紀の時代を生き抜いていく指針として十分ではありません。今新しい教えが人類の未来への指針として説かれなければならないのです。未来はこの私の教えの上に築かれていきます。この言葉の上に未来の文明は築かれていきます。すべてが失われてもこの言葉が残る限り人類に希望は残ります。ギリシャ神話ではパンドラの箱を開けた時、ありとあらゆる悪しきものがそこから外に出た。しかし箱の底には最後に希望が残っていたと言われています。その希望にあたるものが私の言葉です。この言葉の上に人類の未来は必ずや築かれていくことになるでしょう。我が教えを子々孫々に、そして全世界に伝えよ。私は当会の信者の皆さんに人々を正しい道に誘うように要請したいと思いますが、それ以上に大切なこと、最終的に大切なことは何であるかというと、この教えを子々孫々に伝え、万里の波涛を乗り越えて全世界に伝えることです。私の教えを全世界に伝えておけば、その真理は必ずどこかから火を吹き大きく広がっていきます。どの国から世界が救われようと構わないのです。発祥の地の日本ではなく、他の国から世界が救われるということもあるでしょう。私は日本でもう20数年も法を説いていますが、今信者数ではインドがどんどん日本を追い上げてきています。いずれはインドの方が日本より多くなると思います。数年中にそうなるのではないかとも言われています。インドの人たちはブッダ最短の事実を受け入れましたが、日本の人たちはそれをまだ十分には受け入れていません。私はこの20数年間で1600回以上も説法をしてきましたが、2011年12月時点、それらの説法はすべて経典として出され続けています。こういうことができるのはブッダ以外にいないということを知っていただきたいと思います。教えがすべて経典となって残っていくということを実践できた人はかつてブッダしかいないのです。私の説く法はすべて編纂され、大蔵経、仏典として残っていきます。私の著書は2010年には書店売りだけで50冊以上、内部向けのものを含めると60冊以上も出ました。普通の人にはこのようなことはできません。今明らかに天上界の力が結集して何かを人々に示そうとしているのです。目覚めていない政治に対し、目覚めていない経済に対し、
目覚めていない文化に対し、目覚めていない学問に対し、私は警鐘を鳴らしています。新しく目覚めなさい、気づきなさい、ということを伝え続けているのです。あの世に持って帰るべきものは、正しい信仰しかない。当会の信者の皆さんが伝道の場に臨んでも、まだまだ信仰に対する壁は厚いでしょう。弾き返されることも、嘲笑われることも数多くあるでしょう。しかし、ひるんではなりません。天上界の高級主神霊、そして地球最高大霊であるエルカンターレが、皆さんのそばに立ち、皆さんの味方であるならば、恐れるものなどありません。私はこの地上を去って後、あの世に持って帰れるものは心一つしかない、と繰り返し説いてきましたが、近年ではさらにあの世に持って帰るべきものは正しい信仰しかない、とまではっきりと言い切っています。この正しい信仰は、仏教で言えば、釈迦の八正道の最初の項目である、正見です。これは正しい信仰の立場に立つ、ということなのです。正しい信仰の立場に立たなければ、世界は違ったもののように見えてしまいます。善悪も人の評価も違ったように見えるため、本当に人々のために行っている愛の行為が悪の行為に見え、悪しき行為が善の行為に見えてしまいます。正見の立場は、正信、すなわち正しい信仰の立場でもあり、正しい信仰があって、初めて正しい観察、正しい洞察もできるのです。4. やがて宇宙の人々との交流が始まる。本章の2節で述べたように、私は長年霊界の存在証明をしてきました。世界の人々は今それを受け入れつつあります。それを吸収し続けています。それを受け入れるのに、日本ではこれほど時間がかかっているにもかかわらず、世界の人々においては、まだ私が一度も行ったことのない国の人たちまでもが、この教えを吸収してくれつつあるのです。さらに日本人にはもう一つ盲点、見えていない面があります。日本の文化人や知識人の中には、霊界を信じることをバカバカしく狂ったことであるかのように言う人が数多くいますが、宇宙人の存在に関しても同じことを言う人が大勢います。夜の星空を見上げると、我々が住む銀河系ぐらいの規模の銀河は数えることができないほど数限りなくあります。その数を確定することなどできません。それだけ数多くある銀河の中で、人類のような存在はこの地球だけにしかいないと考えることこそ、まことにまことに異質で異常な信仰と言わざるを得ないでしょう。もっと強く言うならば、あまりにも傲慢な考え方だと私は思います。宇宙には何億個、何千億個、あるいはそれ以上の星があるでしょうが、その中に地球のような星はただ一つしかなく、人類は地球人だけだと思っているなら、その考え方は間違っています。と私は述べたいのです。他の星にも人類同様に、知能の発達した人たちは住んでいて、この地球よりもはるかに進んだ文明の中を生きている
人たちもいます。地球より優れた文明の中で生きていなければ、遥かなる時空間を超えて地球にやってきたりすることはできないはずです。今彼らは数多く地球に来ています。現在20種類以上の宇宙人が地球に飛来してきており、地球人が宇宙時代に突入するのを待っているのです。人類は今宇宙ロケットを発射し、宇宙に進出しつつあります。もう少しで地球人は宇宙人と対等の立場で交流ができるようになります。その時が来るのを宇宙人たちは固唾を飲んで待っているのです。したがって宇宙の人たちとも話し合えるレベルまで、人類の文化レベルを進化させることも私の使命の一つです。そのような時期にあって、私の教えの発信地である日本が、教えを伝えている相手である諸外国から見て実に情けない状態であるということを述べなくてはならないのはとてもつらいことです。私は宇宙の法を2010年から解き始め、今後も解いていきますが、それによって宇宙の人たちと対話や文化交流ができる基礎を作ろうとしているのです。これについても現代人はそう簡単に受け入れることはできないと思います。しかし現在すでに数多くの宇宙人が地球に来ています。また過去の文明において地球に入り込み、もはや地球人として住んでいる宇宙人も大勢いるのです。その実態を私は2010年から明らかにし始めています。これを今後もっともっと分かりやすい形で人々の前に明らかにしていこうと考えています。あの世の証明だけでもこれほど大変なのに、さらに宇宙の人々、スペースブラザーズたちとの交流がやがて始まる、そういう時代が近づいているということにまで言及して、私は警鐘を鳴らしているのです。これを伝えるのは大変勇気のいることだと思います。しかし乗り越えなくてはなりません。未来への遺産のために、将来の人類が生き延び生き残るために、これを伝えていかなくてはならないと私は強く強く願っているのです。5、新しい地球人として目覚めよう。本章で私が述べたかったことは、まず愛という教えの中に正しい信仰に誘うという意味をどうか含めていただきたいということです。それから日本人にとっては苦手なことではありますが、あなた方の主なる神を愛することは、あなた方が主なる神と一体となることであるということを伝えておきたいと思います。主なる神を愛することは、あなた方自身を愛することと同じなのだということを知っていただきたいのです。さらに我々は宇宙の中に浮かぶ小さな地球に住む小さな生命体ではないということと、宇宙には神に対する信仰心を持った人たちが数多く存在しているということを述べておきます。宇宙人はやがて実在化して地球人の前に姿を現し、地球人に交流を求めてくるでしょう。その時は迫っています。その時のために私は教えを説いているのです。この話を嘲笑う人もいるでしょう。しかし嘲笑う前に、
どうか心を開き、素直な心でもって受け入れてください。こういうことは今までに学んだことがないはずです。知らないだけなのです。知らないことによって善悪を裁くのはやめましょう。真偽を裁くのはやめましょう。そして未知なるものを受け入れましょう。未知なるものの中に未来は確かに開けていくのだということをどうか信じていただきたいのです。それが私が本章で説きたい世界宗教入門という話でもありますし、地球人へのパラダイムシフト、すなわち地球人としてのものの考え方を根本的に変えよというメッセージでもあるのです。どうか新しい地球人として目覚めようではありませんか。そして未来の人類のために立ち上がろうではありませんか。頑張ってまいりましょう。